ビジャマニンは、スペイン、カスティーリアイ・レオン州、レオン県の自治体。ケントレオンから、国道630号線を、アステリアス州方面に46キロメートル、北上したところに位置する。自治体内にベルネスガガーの源流がある。ビジャマニンは、山間部、標高1000メートルから2000メートルの間に位置し、石灰岩、砂岩、クハイは、 年番岩などからなる古生代の地質の上にある。1916年度とコバルトの採掘が開始され、また、ビジャマニータと名付けられた世界でここだけで発見された、鉱物も採掘され、鉄道によって運び出された。ローマ人たちは、隣接自治体のカルメネスにあるラプロフンダ鉱山から銅とコバルトを採掘しており、国道6 3十号線沿いにあった工房で、加工していた。 ビジャマ人は、中心市街地区のビジャマニンデラテルシアの他に、18の集落によって構成される。自治体市長は、カスティーリアイレオン国民党のオスカルグティエレス・アルバレスで、自治体表議員は、カスティーリアイレオン国民党、5、カスティーリアイレオン社会党、3、レオン住民連合、1となっている。ビジャマ人は、レオン司法管轄区に属す。 ビジャマニンの主要な経済活動は、工業、サービス業、牧畜業である。また、アステリアス州のバルパハーレススキー場まで1 4トルの距離にある。ありがとうございます。